すごくいい。あ、かわいいね。すごい。Hey guys、まきみチャンネル。本日もポチッとありがとうございます。ということで本日は妊婦のコーデについて話していきたいと思います。ということで、妊娠中の洋服を私あんまりそうね話したことがなかったので。どんな妊娠中にどういう服を着てたのっていうね質問とかも増えてきたので紹介できたらなと思います。でインスタグラムを見て皆さんと見ていきたいと思うんですけど、基本的にこのピカチュウのやつもそうなんですけど、ロングのワンピースですね、こちら着てます。こういうワンピースのいいところは V 字になってるので T シャツの柄が見えるんですよ。だからもういろんな T シャツを持ってるのでそれが組み合わせが楽しめるだったりするので、この V のロングスカートっていうのが自分は可愛くて好きだなと思いました。このやつもそうなんですけど、やっぱりユニコーンの柄が見えたりするのが可愛いなと思いました。で基本にこの黒色と同じこの白を着てること多かったんですけど、これも中がちょっと、まあ、奈々子お姉さんの頭を少し出したり肩を緩めることによってこのぐらいまでは見えたりするので、上の部分にプリントがある T シャツを着たりとかしてました。白黒持ってたら T シャツすごく合わせやすいので、もう妊娠中は基本的にはずっとこのタイプですね、ワンピースで。たまにこの黒のワンピースにこういうレースっていうんですか、編み編みスケスケの派手な色を合わせることによって派手さがちょっと増すんですよ。可愛さもすごい増して映えって感じなので、これは結構お気に入りですね。ハートのシーンで買いました。ハートのねちょっとスケスケのやつです。可愛いです、めっちゃ。あとよく着てたのがこういう感じで大きめなダボっとした T シャツに派手なゆるズボンでね、これどっちもシーンなんですけど、ゆったりめで着れるから足とかもちょっとねやっぱり妊娠前よりか大きくね太っちゃったりしたんですけど、そんなに気にせずに過ごすことができるし、妊娠中って胸もやっぱ大きくなるんですよ。でもボンでボンだから、もうさらに自分の165センチなのでもう大きめをとにかく一番大きいサイズをもう着まくってました。このクロミちゃんコーデなんですけどめちゃくちゃ好きで、これザラで買ったんですけど、ザラの上肩がほわーってしてて黒で締めるっていうのがすごくお気に入りで、ちょっとこの素材がベロじゃないか革なんですよ。なので引っかかったりとかしたりするのが怖くなってきたりとか、あとはこの長さが足首ぐらいまで長いんですよ。ってなると階段を登る時にやっぱ踏んじゃったり引っかかったりしたりすることが多くなって怖くてやめました。着やすさと安全第一っていうのがやっぱ妊娠中の服着る服においてめちゃくちゃ大事だと思うので、もし妊娠される方とかこれからする方がいたらワンピースの長さとかもう気をつけた方がいいなと思います。はい、ということで全然参考にはならないと思うんですけど、そろそろもう秋になってくるのでワンピースと半袖では多分いられないと思うし、やっぱどうも写真このインスタ見ても明らかに多いんですよね、この格好が。またこれって感じなので、ちょっと新しくマタネティの服を見てきたいと思ったんですけど、めちゃくちゃ可愛いマタネティのサイト、洋服を見つけたので、今日はその洋服をちょっと一緒に探して、いいものを買っていきたいと思います。はい、では見ていきたいと思います。でね、まずマタニティと授乳服っていうのね分かれてるのでめちゃくちゃありがたい。授乳服私1枚も持ってなくて、パジャマもすぐにねこうおっぱいが出せるようなのを持ってないので、めっちゃいいなって思いました。こういうの1枚欲しい、ワンピースとかねいいなって思って。でなんか私がちょっとパッと見見たのがこのハートのパジャマ、めっちゃ可愛いなって思って、これ可愛くないですか。開けられてさ、でお腹の部分とか胸下がこうやってふわーってなってんの、可愛くない。これいいなーと思って。でもう一個このワンピース型のパジャマ
があって、これ可愛くないですか。お腹周りがふわーんってなってて、でこの裾っていうんですか、足のところもヒラ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 ってなってるの、めっちゃ可愛い。入院中でも着れるパジャマめっちゃいいなと思って、まあ、5日間ぐらい入院するじゃないですか。でズボンを下ろしたりとかするのもやっぱしんどいのかなって思うと、こういうワンピースがいいのかなと思いました。寒かったらさ、レッグウォーマーとか、なんかメディキュットとかなんか履けばいいしね。どうなんでしょうか、これはちょっと他のお母さんとかに聞きたいなと思いました。次マタニティの服を見ていきたいと思います。マタニティの服です。ちょっとこの YouTube 撮る前になんかチラチラ見てたんですけど、ワンピース、おしゃれなワンピースがあって、これ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 、このワンピースなんか可愛くないですか。なんか手のところにヒラヒラがついてて、切り返しもあって、めっちゃ可愛いのこれ。でニットになってるから冬着やすそうじゃない。でこれ妊娠終わっても着れそうな気がしてさ、なんか初めて見たこの形と思って、ちょっとこれ気になりました。で何より安い。やっぱりさ、可愛いと思ってもさ、値段でやめちゃわない。どうですか皆さん、私は割と値段気にしちゃうんですよね。これめっちゃ可愛い、このワンピース。上がこうカラーのさ、羽織物があって、スカートもこれついてるのかな。可愛いかも。全部マタニティならが本当にいい。この中からマタニティだけを探すっていうのも大変だもん。はい、ということでこの中からちょっと考えて買ってみたいと思います。はい、ということで届きましたということで、早速ですが着替えてみたいと思います。かわいい。こんな感じでさ、ここがこっちのようになってる。かわいい。かわいくない？かわいい、かわいい。パジャマビヨーンって伸びるから、すごい。もっと大きくなってもいける。確かに確かに。1着目はこんな感じです。かわいい。本当に可愛いよね。うん。じゃん。次は同じに見えるけど。そう、次は。あ、ズボンだ。ズボンなんです。ゴムでゆるいです。本当だ。しっかり止まるし、ここで切り返してるから。うんうん。かわいい。胸の下のあたりで切り返して。本当だ。ビヨーンってしてて可愛い。まあ、動きやすそう。そっちの方が。うん、そう。足もね、こっちに、ね、確かに確かに乗せるから。うわぁ、この妊婦すっごい足が上がります。すごいすごいランクです。いいね、いいね。でこれは手のひらがこう手ひらになってる。ほんとだ、ほんとだ、かわいい。これで、これもほら授乳時ね、うんうん、とっても便利で、開けられてすぐにおっぱい開けられるので。ほんとだ、とってもかわいいです。ティラティラー、かわいい。じゃん、かわいい。てかまず脱ぎ着しやすい、もう一瞬で着替えられるわ。ほんとだ。でこれで引かれたのはなんか手がいい、うんうん、なんかこんな切り返しがあるのがかわいかった。ほんとだ、もうこれもゆるくて、ほんとだ、着やすい。でこれのカットポイントは、うんうん、出産終わってからもなんか着れそうな感じがするなと思ったの。うんうんうん。中がもうまっすぐに普通になっても、うんうん、普通のワンピースとしてなんか着れそうな感じが、うんうん、ザ・マタニティって感じがしないのもなんかいいかなって思った、うんうん、かわいい。はい、最後はこちらです。こちらを着てみました。でこれはね、ベルトがついてるんですよ、うんうん、なのでこれもさっきと同じように本当出産終わってからも着れるなって思います、うんうん。こういうスカートだってさ、履いてる人いるかな、普通に妊婦さんじゃなくても、うん、ね、うん。こうやって見たら全然妊婦さんに見えない。普通の普通の服に見える、ね、でもお腹もさ全然苦しくないの、うん、苦しくないんだ。そう、なんか綺麗めでもいけるし、可愛い系でもいけそうだし、うん、なんか中の今 T シャツ着てるんですけど、うんうん、寒くなったらブラウスとか、なんかブラウス着たり、うんうん、リボンあるブラウスでも合いそうだなって、うんうん、いいいいいい。でそう、組み合わせがさめっちゃあるなと思ったので、うんうんうん、これにしました。可愛い。はい、ということで本日はマタニティの服を紹介してみました。なんかお腹がやっぱ大きくなってくると
着れない洋服がちょっと増えてきちゃったり、地味な服を着ようかなって思っちゃう方もいらっしゃると思うんですけど、私はやっぱりマタネティの時も可愛く派手派手がいいので、今日みたいなこういうちょっと可愛らしい妊婦さんらしくないというか、妊婦になっても変わらずね、そう妊婦になっても変わらず可愛い服が着たいってね、思いをちょっと込めて選ばせていただきました。皆さんもね、マタネティの方も可愛い洋服着て出かけてほしいなと思います。では今日の動画はここまで、皆さん見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ミロちゃんもありがとう。いいえ、バイバーイ。バイバーイ。